日本三重県津市カラス町カラス浦カラス町の空中写真。2011年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。カラス町は三重県津市の町名。2006年1月1日に旧津市など重市町村で合併するまでは一市郡カラス町であった。郵便番号は514から 03XX で。 XX の部分は、カラス町内の通称地名ごとに設定されている。米や梨を栽培する農業や沿岸漁業や海苔の養殖が主体の水産業を修行とする。津市の南東部に位置する。カラス町全域が、雲津川と伊勢湾に面した三角州である。雲津川後川が北側を、雲津川が南側を流れ、東側は伊勢湾に面する。 室町時代後期に発生した、明王地震によって雲津川の本流が源流路に変わった苦伝がある。長域は平坦で、最高点でも3.9メートルであり、海抜0メートルを下回る地域も存在する。東西1.85キロメートル、南北2.72キロメートル、土が一から約10キロメートルであり、郊外通勤農村となっている。集落や畑は、 自然堤防上に立地し、特に集落は町の西側に比較的集中している。伊勢湾岸は伊勢の海県立自然公園に指定されており、潮干狩りや海水浴で賑わう。湾岸はカラス浦と呼ばれるが、1961年の傍聴堤の建設によりかつての白車聖章の景観は失われた。北は津久雲津交換町、西は 津市雲津イグラズ町、南は松阪市、小野江町、星合町、五市町と接する。旧一市軍カラス町は津市と松阪市と接していた。稲葉カラス町北東部に位置し、三重海軍航空隊が設置されていた。跡地は宅地化し、戦後の一時期は塩田として利用された。梨栽培が盛んで、カラス漁港が置かれている。 郵便番号は514-0311。河原から市町北部の雲津川古川沿いにあり、北新町と呼ばれる、三重海軍航空隊の商工住宅地から、一般の住宅地となった地域を含む、梨や稲の栽培が行われる。郵便番号は514-0326。小松から市町の中央に位置し、漁業世帯と兼業農家が多い。養殖が行われている。 郵便番号は514-0312。桜町カラス町西部に位置し、桑畑や荒地を開拓して作られた三重海軍、航空隊貸士館住宅地を起源とする。津市・立花海中学校がある。郵便番号は514-0325。近くも津川、徳も津川子川の分岐点にあり、第二次世界大戦前までは、堤防沿いの桜並木は、花見客で賑わった。 カラス西山一やマイや城野島がある。郵便番号は514-0324。砂原カラス町中心部に位置し、漁業世帯が多い。カラス漁協が置かれている。郵便番号は514-0321。高砂カラス町南東部に位置し、カラス公園や海水浴場がある。クモ川を利用して、米倉や諸木場が発達し、 醸造業も行われたが、現在は、漁業や水産加工業が中心である。海苔とうなぎの養殖、梨の栽培が行われる。郵便番号は514-0314。ババカラス町南部に位置し、矢野学校や劇場、カラス座が存在した。カラス町の中心としての機能を有し、商店街厚市役所カラス総合支所がある。郵便番号は514-0323。 浜浦カラス町南東部に位置し、三重海軍航空隊の飛行場用地であったが、現在は宅地化され、津市立カラス小学校が立地する。予れんの名残として、若桜の石踏みや津市カラス歴史資料館がある。郵便番号は514-0313。東山カラス町中心部の南に位置し、漁業世帯が多い。乗苔養殖が営まれる。 郵便番号は514-0322と設定されていたが廃止されたウェブ後。実質的にはカラス町全域を第4期置き積層のサルキヤシルトが覆っており沿岸部ほど厚く堆積している。丘陵と呼べるものは町内になく平坦な地形をしている。縄文改新の頃カラス町域は海面下にあり、弥生時代後期には干潟であった。これ以降に カラス町は陸化し、江戸時代になると、シルト層の堆積が起き、現代と同じ地形が形成された。弥生時代のカラス西山遺跡、古墳時代の北八端大遺跡、観音堂遺跡、高砂遺跡が見つかっている。カラス西山遺跡からは、弥生時の破片が、高砂遺跡からは、末木や弾きの破片が出土している。ただし、これらの出土品は摩滅しており、 雲津川流域から流れ込んできたものと考えられる。摩滅していない遺物は中世のものであり、カラス西山遺跡には12世紀中頃に人が居住し始めたと推測される。同遺跡からは溝状の遺構も見つかり、当初は水田暗挙と考えられたが、農業技術の専門家によって否定され、神社へ奉納する特別な塩を生産する塩だ後ではないかという仮説が出されている。 鎌倉時代には、箱木みそのと呼ばれる、伊勢神宮のお園のであり、神宮雑霊集によると、二宮領、すなわち高大神宮、というけ大宮宮の領宮の所領であった。箱木みそのの記録には、塩三石の字が見え、上大鳥城の蘇場所に、カラス町の旧称である、矢野と記されていることから、カラス町が箱木お園のに否定される。山節祭の際に、神宮へ 灯心した。声援は江戸時代中期まで続き、潮田は新田に変わった。室町時代には伊勢湾を警護する港と矢野下の守るの居城を用していた。中世には長野市が支配していたが、後に北畠氏に代わり、北畠氏の家臣である矢野下の守るが城を置いていたという。定石は正直か垣き打ちと推定される。北畠氏は、 矢野村に何度も新関を設け、神宮は再三にわたって新関の廃止を訴えていた。江戸時代には伊勢国一主軍、矢野村として津藩の廃下にあった。文禄四年から慶長十三年までは、阿の津城主の富田氏が領地としていた。村高は文禄三年校長では七百六十一国だったが、天保校長では千六百六十七国に増加している。 これは、江戸時代を通して行われた、新田開発が寄与している。村人の半数が、農業に従事し、稲麦のほか菜種、藍、麺といった、工芸作物、売りやスイカといった野菜も栽培していた。矢野の港は、物資の集産地として発展し、雲津川を利用して、伊賀国や山和国方面から、木材、麺などを受け入れ、魚介類や、 生活物資を送っていた。港湾は現在のカラス漁港の位置ではなく、地下、馬場地区と、正寺川口記内の2うあった。海路では、江戸やつ、松坂とつながり、紀州藩は、雲塚川沿いの自販料の村々から集めた、年貢米を白子港へ送るための中継地として、矢野村に納屋を置いていた。漁業では、イワシの地引き網漁と、海類採取が中心で、 伊勢神宮へ、初歩の鬼へとして星かなどを毎年収めた。当時の漁業従事者は村人の三割ほどであった。矢野裏は、現在はいずれも津市内となっている、藤方、小森、上野、雲津、矢野のご村の漁場であり、たびたび漁場争いが繰り広げられた。それ以外の村には、六分の一の尾名を収めることで、入業を認めた。村人の二割が商工業者で、 カラス神社の参詣者やカラスの千歳桜の見物客でカラス道は賑わった。明治時代になると、矢野村は単独で村生を敷き、1929年には調整志向と同時にカラス町に改称した。父市への通勤者のための衛生都市として人口が増加し、村から町へ昇格した。この間、 1900年に梨栽培が始まり、1916年にカラス大橋が加強された。1942年8月1日、一般にヨカレンと呼ばれた三重海軍航空隊が稲葉に置かれた。ヨカレンの建物群は村の東吾が設計を行った。三重海軍航空隊はカラス町の面積の3分の1を占める広大な敷地を有し、建設に際しては、 カラス町儀の海底砂を入れて約2メートルほど傘を増したという。1946年から弊社が三重市藩学校に転用され、1947年にはカラス町立下海中学校が開校した。公海中学校は1962年に桜町へ移転した。戦後は教育や福祉も発展し、1977年には 中央公民館が建設された。カラス町役場は1969年に新築移転した。1989年6月28日、岐阜県鴨茂郡東白川村と姉妹都市提携を結んだ。1994年8月、サンデルタカラスが完成。同年9月に館内にきらめき図書館が開館した。1997年に、 カラス町内発の本格的な遺跡発掘作業がカラス西山遺跡で行われた。2006年1月1日、津市など旧市町村と合併し、新しい津市の一部となり、町村制施行以来の単独行政に幕を下ろした。最後の町長は鈴木和氏が務めた。2012年4月17日、三重海軍航空隊をはじめとして、戦争と平和について展示する。 寿司スカラス歴史資料館が改修工事を終えて再開館した Web6。矢野村が調整を施行するにあたってカラス神社にちなんで解明した。カラスの名の由来には以下のような説がある。大友文盛が征夷大将軍として東北地方を平定する途上で台風に会い、土地の役人の娘である広陵姫が武学で大友を慰め、大友はかぶら屋を建てて、 皇領姫との再会を約束した。以後、その地を、矢野カラスと呼ぶようになったとされる。海を航行する船が岩石を避け、順風を願ってこの地を渡ったことから、つらすとなった。鳥類のカラスの住まう地であることにちなむ。稲を刈り取って枯らすことから、カラス神社の祭神、地姫命にちなむ。または、伊勢市山都町の常明寺境内で、刈り屋を祀ること、または、 カラス神社境内の小カラス社でか、両巣女命を祀ることから、道路看板では、過去に、カラス町の、巣が、州と書かれ、未だに書き直しされた形跡のあるものが残っている。カラス漁港1903年に、カラス漁業組合を結成し、海産物製造組合も発足するなど、漁業は盛んであり、辻沖から渡来郡、北浜村村松沖に至る広大な漁業圏を、 確保していた。大正期までは地引き網が中心であったが、動力船導入が進むと、底引き網漁が盛んになった。地引き網は1927年頃に亡くなり、1938年には当時の漁業組合理事長が主導して海苔の養殖を始めた。1975年の漁家数は385戸で農家数を上回っていた。 カレーサバヒラメマージ、貝類の漁獲が多く、イカナゴエビカタクチイワシの漁獲口は1965年を頂点として減少している。沿岸漁業と養殖業に特色がある。うなぎの養殖も行われる。水産加工業では煮干しや干し貝を生産する。漁獲物は主に関西方面へ出荷される。カラス漁港は1953年3月5日に、 カラスウラ中央部を港湾として指定されたが、その後海軍が軍港として整備しようとしていた北東部に港湾区域を変更し、施設を整えてきたウェブ7津市が管理する第一種漁港で2009年統計では、属地、属人漁獲コとも508.0トン、陸用金額は2億3300万円であるウェブ7農業では、 砂地を生かした梨栽培や素材園芸農業が盛んである。梨栽培は1900年に導入され、以後普及し、1970年代には自他共に認める県内一の梨産地であった。戦前には養蚕が盛んで養蚕実行組合が存在した。低質なため、水田には茶道を入れて土地を高くしている。カラス梨、編集特産のカラス梨の品種は香水である。 2008年現在、三重県内で第3位の梨生産地を形成する。カラス梨部会が生産農家によって結成され、2008年現在で40名が加入し、約18ヘクタールのリエを営む。リエは、雲津川の堤防に沿った、砂質土壌に広がる。カラス町の梨栽培は、1900年に当地の大地主が40への山林を開墾して、 栽培を始めたことを契機とする。1905年には生産者15人で生産組合を結成した。しかし、第二次世界大戦前までは、組合員数20人程度、栽培面積8ヘクタールの状態が続き、本格的に梨栽培を活発化したのは戦後のことである。梨栽培が発展したのは、尖閣者の技術指導に追うところが大きく。 1970年代には、組合員数86人、栽培面積30ヘクタールまで拡大した。1975年に、川原地区で、ジオファネート体制なしくロボし病菌の出現によって、壊滅的な被害を受けた。一方、同じカラス町内でもババ地区では被害を免れた。こうした課題は乗り越えたものの、農家の高齢化が進み産地の維持が厳しくなってきた、ことから、 2005年に輝きプロジェクトが発足後継者問題や販路拡大などについて検討している。そこで後継者候補としてカラス小学校の児童らに収穫体験やカラスなしの歴史や生産方法などの学習を提供している。カラス小の体験学習により小学生がカラスなしを PR する看板を町内に設置して知名度向上が図られ、 農家と児童の交流も行われるようになった。2007年には、梨栽培から退りいた梨部会員からリエン 3A をり受けて、カラス小学校体験学習園とした。こうした一連の取り組みは、テレビや新聞で報じられ、カラス梨の認知度が高まった。マリンフーズ、三重工場カラス町では、水産化工業が工業の中心にあったため、 水産化工業の縮小により、戦後は一貫して、工業生産は減少していた。しかし1965年3月に、中勢から南西にかけての沿岸部を北勢に次ぐ、県下、第2の工業地帯とする地域別総合開発構想を30県が発表し、1968年には、日本石油が、カラス町への進出を表明した。日石は、 石油生成工場や研究所の建設のために埋め立てを行う予定であったが、住民の反対により計画は取りやめとなった。その後三重県は1973年にカラス町を農村工業導入促進地域に指定、1986年にマリンフーズが、翌1987年には双葉食品の誘致に成功し、三重県初の食品工業団地が形成された。 商業は津と松坂の2大商業地に挟まれ、町内の商業活動は需要補助的なものである。町民による特徴的な商業活動として行商が挙げられ、朝に取ったカレーなどの魚や水産加工品を自転車や自動車、鉄道を利用して、県内では津市街や津市旧一市,市郡地域、松坂市旧伊南郡地域へ、県外では大阪市まで行商に出かける。 観光業は、カラス浦での下記のレジャーが中心で、伊勢の海県立自然公園指定以降、本格的になった。1990年の観光客数は1万1600人で、内県外閣が70.7%、宿泊客が12.6%であった。カラス町では、多くの災害を経験し、特に四方を水に囲まれているため、水害に何度もあっている。 記録に残るだけでも、教皇7年8月の雲津川大洪水、法歴2年の洪水高潮、天明4年4月の飢饉、天明6年の火災、灌害、洪水、完成2年8月の大洪水、明治3年9月18日の大洪水、1953年9月25日の台風13号による、冠水、1959年9月26日の、 伊勢湾台風による浸水が挙げられる。特に昭和期の2回の台風被害を契機として、傍聴堤が建設されることになった。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。w e b に1668年以降の人口の推移。なお、2010年以前は津市に合併前の推移。また、1995年以降は、 国勢調査による人口の推移。1748年以降の世帯数の推移。なお、2010年以前は、津市に合併前の推移。また、1995年以降は、国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる Web13。カラス町のみを学区とする Web14? 平成の大合併で、津市になるまでは、小中ともに、カラス町立であった。町内に、鉄道は通っていない。最寄り駅は、JR 紀勢本線高茶屋駅、Web15。一般国道と主要地方道はない。三重県道場野党、片隅を止め、ワンスモア、伊藤正臣の漫画。作中では、竜宮町となっており、カラス神社やカラス郵便局をはじめ、 カラス町内の風景が忠実に描かれている Web16、Web17。一 Web 巻の巻末にカラス町に告示した竜宮町案内図があり、著者がツイッターでカラス町を聖地巡礼した人のブログを引用して自分が撮ってきた写真かと思ったと呟いており、Web18、カラス町が舞台であることを認めている。ありがとうございます。